皆さんこんにちは、モンスター福岡の長田です。今アップで見ていただきました、ブロフバルブキャンセルキットの効果とそれからデメリットご説明ボル2、ご覧ください。そこで登場するのが、このシステムなんですね。ガチャンと、はい、ブロオフバルブというバルブをつけた、このバイパスパイプを、取り付けることでその問題を、解消したわけです。これはですね、スロットルが、前回から例えば前閉になったとよと、そうすると、行き場のなくなった空気が逆戻りしようとするわけですけども、それがですねこちらの、バイパスを通して、吹き戻ることをやめるわけですね。でさらに、一定の圧力になりますと今まで普通に、加速、スロットルが空いてるときは、1印圧力だったので、このブローフバルブは1矢印圧力だと改弁しないんですけども、これが閉じてしまったがためにこの中がだんだん加圧されていって2矢印にの圧力になってしまったという時にですね、初めてこのブローフバルブが2矢印になった時にボコッと開いて空気を1矢印分通過させるということになるとどうなるかというと、このブローフバルブを抜けてたバイパスパイプはエアフロメーターとターボの間のパイプのところに戻っているんですけども、ここに戻るがためにこの1矢印分はまたこちらの方のターボの方に座れて、ターボは1矢印分の空気を送り出たイコール1矢印分の空気が欲しいというところにちょうど1矢印分の空気が戻ってくるわけなんで、ターボはそれを快くまた吸うんですね。そうしますとターボは1矢印分の空気をまた送ると、そしてこちらの中がまた2矢印分ぐらいの圧力に上がってきますと、ブロフバルブが開いて1矢印分をこちらに送ると、でまたターボはそれを快く吸うということで、アクセルをオフしてこのターボからアクセルスロットル弁の間の圧力が一定に上がりますとブローフバルブを抜けてまたターボの方に火気を戻すと、つまりはアクセルをオフしたときにくる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 この中で空気を回すことによってエアフロメーターの方に火気圧が吹き戻ってしまうことを防ぐというですねアイデアを採用して演奏してしまったりですとかっていう局面を逃れたわけですね。かつですね、エンジンはアクセルオフした時に止まってるわけではないので、やはりですね、アイドリングしてる分ぐらいのちょろちょろした空気は欲しいわけなんですね。そうするとちょろちょろした空気がスロットルの間を抜けてエンジンの中に入ってきますと、この中の1矢印分の中の細い矢印分は減圧されていくわけなので、その減圧されている分だけエアフロメーターを通過すると、エアフロメーターは減圧されている分だけ吸うような形になりますので、そうするとスロットルをすり抜けた細い矢印と細い矢印分だけ減圧されてエアフロメーターエアクリーナーからエアフロメーターが吸った細い矢印分がシンクロしてですね、結果的に燃料噴射の量が合うと最適化されるということになります。こんなようなシステムをブローフバルブというもので構築しているわけです。これはですね、ディージトロの場合ですと、サージタンクの中の圧力を中心に、スロットルのところについている吸入空気の温度で、燃料噴射量を演算しているものですから、
アクセルがオフになって吹き戻っても、この中の圧力と、こちらの空気の温度は吹き戻す量に対しては全く影響を受けないものですから、もういくらでも吹き戻してくださいみたいな状況に、陥っても大丈夫なので、ブローオフバルブというのは本来、必要がないシステムになります。つまりは、ブローオフバルブという、この、リサキュレーションバルブとかと言われたりしますけども、このバイパスパイプを介したこのブローオフバルブはですね、ターボに対して必要なシステムではなくて、エアフロメーターという吸入空気量を検出するシステムに対して、必要とされている、システムなんですね。それでちなみにですね、ブローオフバルブをよく大気開放にするようなチューニングもあるんですけれども、これ大気開放にするとですね、どういうふうになるかと言いますと、ここのパイプをピョンと抜いてしまうと、大気開放になるわけですね。そうしますと、ピュッと、アクセルを全開から前輪にビュッとしましたと。で、先ほどお伝えした通りターボは回ってる、回帰をどんどん送り続ける、矢印、1個分だったとか2個分ぐらいになってしまいました。ブローオフバルブ、回弁というところでこうビューッとこう1個の矢印がいくわけなんですけど、これがズバッとですね大気に抜けてしまいますと、結局こちらに戻らないので、ここの矢印分の、空気が戻ってこなくなってしまうんですね。そうすると、しょうがないので、ターボはですね、エアクリーナーからエアフロメーターを通して空気を持ってくるわけですね。ということで、これが何を意味するかと言いますと、実際に、スロットルが閉じると、アイドリングする程度のちょろちょろした空気しか必要ないんですけども、エアフロメーターはですね、ブローオフバルブがバスッと吐いた大きな矢印分だけ、遠慮なく吸ってしまうんですね。ということで、このちょろちょろしか入ってない空気に対してズバッと入った空気の量の、ガス燃料がですね、エンジンの中に投入されてしまうわけなんで、結果的に、不完全燃焼になったりですとか、もしくはもう燃焼できなくてそのままエンジンが止まってしまうと、アクセルオフするたんびになんかエンジンがグスグス言ってしまったりとか、アイドリングが低くなっちゃったり、信号で、停車するたんびにエンストしちゃうみたいなことが、発生してくるわけです。つまりは、ブローオフバルブというのは必ずエアフロメーターの車の場合はエアフロメーターとターボの間に、戻してあげるというのがもう鉄則なんですね。こうしない限りは、本当にエンジンに対してアクセルオフのたんびに、悪い環境にしてしまいますので、チューニングとしては、決していい、チューニングとは言えないような、状態になってしまうわけです。はい、ボル2ご覧いただきました。ボル3、次回が、最終回です。長丁場すいません。ボル3もよろしくお願いいたします。